はい、皆さんこんにちは、テリオン TV へようこそいらっしゃいませ。ということで、コールオブデューティーモダンウォーフェアリマスタード、画面に追いする新兵戦場へ行くということで、今回もやっていきましょう。前回ですね、無事ミッションを達成したんですが、そのミッションの最後にですね、ミサイルを飛ばされるというような事態が起きてしまいました。さて、このミサイルに対してどのように対処していくのでしょうか。そしてそのミサイルはもうすでに着弾してしまったのでしょうか。それではゲームに戻っていきましょう。さあ、ロシアからニュークリアローンチということで、これはですね、どうやら核兵器みたいですねさあ、これが飛んでいっているが、アナライジングと書いてあるので、おそらくこれは、まあ、分析ですね。こうなってくるんじゃないかというですね、シミュレーションになってくると思うんですが、標的場所はですね、ボストンとかいろんなところをですね、どうやら、やってしまうようですね。トータルプロジェクテッドなんとかかんとかって書いてあったんですが、まあ、おそらく、あれだけの人が犠牲になってしまうという、そういったようなですね、データが出ておりました。ということで、なんとしてもですね、ここはね、発射施設に侵入することによって、我々が止めなくてはいけません。ということで、今回ですね、前回ですね、バンディーカムとね、まあ、フレームレート60で撮らせていただいたんですが、画質がいまいちだったので、もうちょっとですね、画質を限界ですね、80というね、画質のところまで上げてみました。90とかにしてしまうと編集がね、とてもじゃないけどプレビューが重たくてね、カクカクになって編集できないので、まあ、80、これはギリギリですね。これで録画できてなかったら、すいません。多分できてると思うんですけど、かなりギリギリですね。では、発射施設に飛び込んでいきましょう。おっと。君はできたよね。まずいまずいまずい。まずい。こうしよう。うん、スモークを投げると、敵車両に安全に接近できる。うん、敵車両ね。おっと、その前に目の前の敵を排除しないとね。まずはちょっとここを排除して、さあ、スモークを投げて、私、ソープ、マクタビッシュ、突っ込んでいきましょう。さあ、煙に隠れて、しっかりと、よいしょ、敵を狙いつつ、よいしょ、かなりスモークがね、長いことこう、効果を発揮しておりますね。あの装甲車はまずい C4 を使え、C4 爆弾を設置するのは光る目標マーカーに近づいて、四角を長押しするということで、とりあえずその装甲車みたいなやつに行かなくちゃいけないんですが、私のスモークがですね、非常にこう、しっかりこう、まとわりついて離れない。はい、プライス隊から、指示が出ております。また、そういう危険な仕事はですね、すべてソープに押し付けるというね。さあ、ソープ行くぞ。さあ、ソープマクタビッシュ隊、あの装甲車だ。よいしょ、まずあの装甲車に爆弾を仕掛けるぞ。さあ、すでに私は被弾していますが、少し体力を回復させて、そこら辺の敵を倒す。だが、安全に近づくためには爆弾を使うということだったので、ちょっとここを投げたぞ。あっと、スモークがこちら側に行かない。下手くそすぎる。まずい。さあ、下手くそすぎる、ソープ。さあ、今度こそスモークたけたかな。さあ、この辺りからちょっと私も狙っていきましょうか。誰だ、すごい命中率が高いやつがいますが、君かな、君か。おっと、ちょっと、さあ、あー、こんなところにいたのか。命中率が高いわけだ。もう目の前にいました。すいません。すいません、無理です。いやー、厳しい。悪が目的を達成のに要するのは善人の怠惰だけだ。エドマンド・バーク。はい、ということでですね、スモークをもう一回焚きに行くっていうね、スモークを焚きに行くんじゃないですよ。戦車を壊しに行くというミッションですね。頑張っていきましょう。私の目標は、戦車ですね。戦車に、ですね、爆弾を仕掛けるというのが私のね、任務なんですが、非常に敵が強くてですね、今非常にね、苦戦しております。6回目ぐらいですね、今。で、ここにアイテムがあるので、まあ、こういうのもしっかり回収していきましょう。さあ、慎重に行きたいっていう気持ちもありますが、あ、まずい。あ、
んまり慎重にもやってられないので、ちょっとアイテムを取りつつ、この先ですね、この先が非常にですね、ここが非常に大変なので、まず相手の陣地にぶっ放しておきましょう。さあ C4 を使いという指示が出ております。さあトープマクタビッシュさん、ここから投げよう。さあ円幕は無事に起動しましたかね。よし、この円幕がこう来てるうちに、さあ今のうちに走って爆薬を仕掛けて、そしてそして逃げる。ほっ、さあ爆弾をうまく設置しましたよ。いや、なかなか大変でした、このミッション。いきなり来て、このきついミッション。さあスモーク弾がようやく効いてきましたね。さあどうでしょう。お、味方が前線に上がっている。うん、危ない。あ、こっちは無理だ、右に向かえ。すいません。じゃあ右に向かって、まあ、なんかアイテムをゲットしてもいいんですが、まあ、RPG はね、今さら RPG にとってもしょうがないので、まあやっぱ連射で近接攻撃がやっぱできるこの AK-47 B はつかないですよ。 AK-47 でいきましょう。ほっほっ、非常にね、激しい打ち合いをしておりますね。うわー、あそこ前回とは全然比較にならないぐらいね、厳しいです。今回前回割りかといけたんですが、そしてむちゃくちゃ撃ってくるやつがいるな。さあやっぱり的をしっかりこう見て撃った方がいいかもしれないですね。さあ RPG をバン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 撃たれております。右に向かえっていうことなんですが、うん、ここの敵をとにかく解除してくれないと私も右に向かいようがないんですよ。ちょっとあなた方しっかり頼みますよ。ほっほっ、だが前に全く進めない。そっ、無限脇でしょ、どう考えても。ということでダッシュして右に向かいます。くそ、厳しいな。ほっ、さあアイテムを、これをちょっとゲットしていこうか。おっと、いいアイテムを取ったんじゃないか。連射ができる上にスコープがついている、このアイテムは素晴らしいぞ。さあギャズしっかり私を援護してくれ。スコープが人柱になるから。おっと厳しい、そこは厳しい。さあ右に向かうということで、だがこの武器は威力がちょっと弱いな。ほっ、なんだそれは、厳しいぞ。ちょっとここで隠れとこう。さあ爆弾がセットされたということで、味方が何かやってくれたみたいですね。さあ施設、おっと施設をなんとか奪還したい。さあソープ片付けろという指令が出ておりますが、ほっ、さて今回はですね、非常に展開が激しくてですね、あんまりこうゆったりとはできないですね。とりあえず一通り片付いたかな。いや厳しいですね。この辺りにちょっとインテルとかありそうですが、ないか。さあどこにいるかな、近くにいそうですが。さあソープ、あ、いたよし、とりあえず近くのやつは全部排除したかな。ゆっくりこの辺りをね、見ていきたいですが、敵の RPG を見つけるか C4 を設置しろ。さあ味方はすでに前線に上がっていましたね。ちょっと今回は余裕がないですよ、ソープマクタビッシュさん。あ、来た、最強のドラゴニプ。これはいいですよ。これね、アホみたいに威力がある上に超遠距離からでも狙えるね、素晴らしい銃だと私は思っております。さあ
大体一発で倒せると思いますよ、これ当たれば。そうでもないか。あと戦車、うわー厳しいな。やはり本格的に、おっと C4 を設置しろということなので、頑張って C4 を設置しに行きましょう。ほっ、さあソープ頑張った。チルージャンを投げ返す。味方の方に投げ返してしまったが、なんとか戦車をぶち壊しました、ソープ。いやー、ここはかなり厳しい。さすがにちょっと最終戦に近づいているだけのことはありますね。さあギャズの援護をする。あっと、私が思っているドラゴニフが全然攻撃力がないぞ思った以上に攻撃力がないドラゴニフ。さあまた C4 を設置しろというミッションが私に下された。これか、ミサイルは。これを発射させてはならない。さあみんな頼むって。さあ私が戦車に仕掛けに行くぞ。ほっ、すぐ爆破する。よーし、さあ壁を利用しつつ撃っていく。仲間を守れ。今回の試合は仲間を守ることが。なんだこれ、シャフトが開いてるぞ、シャフトが開いてるぞ。おいおい、ミサイル撃たれるんじゃないか。さあみんながしっかりこうカバーしている。私もここで、おっと、お、通気シャフトを切り開くまで時間がかかるということで、この間味方を守るということらしいですね。どうやらちょっと武器なんか新しいのつけようか。さあ味方がいっぱいゾロ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 戻ってきました。敵はでもあらかたもう倒してたのかな。なんかあんまり敵が来ないぞ。グレネードは特に今はつけずに、ちょっと覗きに行こうかな。ブリーチングした中央の通気シャフトをラベリングで降りろ。おっと、ヘリが来てる。マジかよ。こうか、よし、見つかる前に行くぞ。さあソープ、先に行かせていただきます。はい、ということでですね、ちょっと今回短いですけど、ここでね、一旦ね終了にしたいと思います。というのもですね、やはりですね、このフレームレート60でこの画質80という設定でですね、動画がちゃんと録画できるかどうかがまだですね、わからないので、このまま撮ってしまうと、非常にですね、先行きが不安ですので、ちょっと一旦ここで終了して確認してから、また次回ですね、お届けしようと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。